音響制作で使用される様々な種類のエフェクトを探求するシェーピングやサウンドのエピソードへようこそ。今回は EQ に焦点を当てます。 EQ はイコライゼーションの略で、オーディオ信号の周波数のバランスを調整するプロセスのことです。 EQ は特定の周波数をブーストまたは減衰させて音のトーンを変えることができます。 EQ を使用すると問題を修正するだけでなく、創造的な結果を得ることもできます。不要なノイズを排除したり、ボーカルに空気感と明瞭さをもたらしたり、ミックスで楽器同士の衝突を防止することができます。すべての音には20から 20kHz の範囲内で耳やオーディオ機器が検出できる周波数の組み合わせ、つまり固有の周波数プロファイルがあります。このスペクトル内の周波数範囲を理解することは、音楽制作においてオーディオ信号を操作する際に役立ちます。ですので、特定の EQ プラグインやテクニックを見る前に、これらの周波数バンドの異なる特性を探求してみましょう。アビッドのマルチバンドダイナミクスプラグインは、信号を周波数範囲に分けることができるので、これらのバンドで何が起こっているのか聞くことができます。 20Hz から約 250Hz までの低周波数帯域にはサブベースやベースがあり、音楽に重みと力を加えるものが含まれます。 250Hz から 500Hz の低中音域には、多くの楽器の基本音やボーカルの温かみとリッチな音色が含まれます。この範囲には箱鳴りやぼやけた音になることがある部屋の共鳴も含まれるため、注意が必要です。 2kHz 付近までの中音域は多くのアクションが発生する場所であり、重要な倍音成分が豊富に含まれています。この範囲はギターやボーカルなどの音の存在感やパンチ感を決定します。特に高中音域に敏感であり、そこで多くの音の明瞭さと定義を感じております。この領域にはギターの切れ味やスネアのアタック、ボーカルの表現力が含まれます。ここでのブーストは分かりやすいのですが、不快な鋭さを引き出してしまうこともあります。4kHz を超える高周波数帯域には、シンバルの輝きやストリングスのきらめき、ボーカルの息遣いなど、ミックスの空気感や輝きが含まれます。このバンドでの注意深い EQ は、音楽の活気を高めることができ、過剰に明るい録音を軽減することもできます。様々なタイプの EQ やフィルタープラグインがあります。古典的なハードウェアをエミュレートしたり、特定のキャラクターを追加したり、専門的な機能を持つものもあります。ここでは主にどの DAW にも標準で搭載されている汎用タイプの EQ に焦点を当てます。チャンネルストリッププラグインは Pro Tools の全てのバージョンに付属しており、 Euphonics、System 5コンソールからの EQ と Dynamics に基づいています。チャンネルストリップには異なるモードで動作する6つの EQ ステージがあります。フィルターを見てみましょう。このプラグインにはデフォルトでハイパスとローパスモードに設定された2つのフィルターがあります。周波数コントロールでカットオフポイントを設定できます。またグラフ上で直接設定することもできます。そしてここでスロープを設定することもできます。カットオフポイントの両側の周波数がどれだけ早くカットされるかが決まります。EQ の最初のステップは、しばしばフーミーな低域や部屋の共鳴音などの問題を除去することです。通常周波数をブーストする前に行います。このボーカル録音を聞いてみましょう。ボーカルマイクからヘッド音の漏れが聞こえる箇所に注目してください。ハイパスフィルターを使用することでこれを軽減します。これによりベースとキックドラムのサウンドがコントロールできます。プロツールスチャンネルストリッププラグインにはベルカーブモードがデフォルトで設定された4つの主要な EQ バンドがあります。これにより特定の周波数範囲のブーストや減衰ができます。これらの EQ には3つの標準的なコントロールがあります。ゲインはブーストまたは減衰を設定します。 Q は影響を受ける周波数の幅を設定します。このボーカルを聴いてみましょう。 But I don't know why you know
まず部屋の共鳴音を減らしたいと思います。影響を与えたい範囲を見つける最良の方法は周波数をブーストしてレンジをスイープさせます。スピーカーアイコンを押すとこの周波数バンドだけを聞くこともできます。今影響を与えたい範囲を見つけました。次にボーカルの明瞭さと空気感を向上させるために高周波数をブーストします。低周波数と高周波数のバンドはシェルフモードに切り替えることができます。これによりある特定の周波数を基準に上または下の全てに影響を与えることができます。最後に結果を AB で比較してより鮮明でクリアになったかどうかを確認することが重要です。EQ は周波数スペクトル内で各楽器にスペースを作る上で重要な役割を果たします。このパッドは中低音域に多くのエネルギーを持っており豊かなサウンドがします。しかしベースも同様にその領域にエネルギーを持っています。音が重なるとサウンドが衝突して低音が明瞭さを失います。高周波数の衝突は不快な鋭さとして聞こえます。 EQ を使用して低中音域の重なりを減らすことができます。重なっている範囲を見つけて周波数を少しブーストして そのパッドの質を引き出してみましょう。ゲインを少し上げてみましょう。これを適用するとベースがより引き締まり定義されパッドが独自のスペースを確保します。EQ は特殊効果にも使用できます。クラシックなトリックの一つはテレフォンフィルターエフェクトです。私はこのトラックのイントロでこれを使いたいと思います。これにはトラック上の任意の EQ またはフィルタープラグインを使用できますが Pro Tools Studio ではクリップエフェクトを使用して特定のクリップに EQ を適用できます。クリップを選択した状態でクリップエフェクトをクリックするとチャンネルストリッププラグインの EQ、フィルター、ダイナミクスが表示されます。フィルターを有効にしハイパスフィルターとローパスフィルターを使用してハイミッド周波数に狭めます。トリムでゲインを少し上げてみましょう。以上で完了です。少しディストーションと短いディレイを追加しました。これでテレフォンフィルターエフェクトが完成しました。パンチの効いたドラムの低音を得るための人気のトリックがあります。それはパルテック EQP1A イコライザーを使用するものです。 Pro Tools のアーティスト、スタジオ、アルティメイトの全てに付属しているので試してみてください。ではこの EQ を直接ドラムバスに適用します。ソロで再生してみましょう。これはまだ効果が適用されていない状態です。この低音セクションは今 60Hz に設定されています。また 30Hz でも試してみることができます。ブーストしてみます。低音がとても増幅されます。トリックは低音をブーストし単純に打ち消すのではなく減衰を上げることです。これにより低音の幅が狭まり低中音域にくぼみが生まれます。これをバイパスして聞いてみましょう。ドラムのタイトでパンチの効いた低音が得られます。EQ はミキシングの重要なパートであり録音の問題を修正したりミックスのバランスを取ったり効果を作り出すことができます。
tell you the truth, I say you